毛文流数定2年6月5日は、民末の武将。一名は白龍、白竜。字は売り南。高州府戦闘圏の出身。本願は、平陽府太平圏。1605年、両党総平理勢量に仕え、武功を挙げた。1621年、ヌル八率いる後金が両洋を陥落すると、高安市順部大家庭の下で、 左と督となり、両党半島沿いの住民をいぶして、同年7月王力港下流付近を奪回した。しかし、同年末に、ヌルハチの反撃を受けて、王家庭から離反して、敗家の昇華吉、高中秋、穴ク倉を率いて、李氏朝鮮の平安道鉄山沖の加藤や新野党に亡命した。毛は、後金の背後からして襲うゲリラ戦で、 戦うという名分で、加藤にガリエチ賃を設け 8A を置いて、根拠地として、死の直前の1629年まで朝鮮に止まった。これが1627年の堤防う勃発の原因となった。後に、民の念煙上の首相の円数官と対立して、もう文流は民の朝廷に賄賂を送って、自身に有利になるように動いた。同時に、 あと金の一門のアビンと戦うも、大敗して逃げ戻る割様であった。円数官は、う分流が敗戦を繰り返していながら、朝廷に賄賂を送って、同時に攻益でも儲けており、それが人々を苦しんでいる現況となっていると判断した。ついに、円数官は朝廷に、う分流が職務怠慢であると上奏して、独断でう分流を逮捕して、その罪状を読み上げて、 罪は、孟文竜のみであり、他の諸将は罪に問わないと述べて、ついに、孟文竜を残首に処した。去年54、間もなく、朝廷は、陳継森を、孟文竜の公認として派遣した。しかし、統率力を欠いた、陳継森はやがて、劉沖春兄弟ら諸将の離反を招き、劉沖春は、弟の竜京空と共に、ルハチの子の本体寺に降伏し、 新継森をはじめその副身の竜王家ら104人を斬殺した。猛分竜の生き残ったこのうち一人は清に入って隠居し、父の配下にあった九将の褒将を拒絶し続けた。ありがとうございます。